はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、こちら名古屋にちょっとですね、気になるメニュー名のデカ盛りメニューを発見しまして、食べに訪れております。今回ですね、デカ盛りのパスタということで、僕の動画では麺類は多いんだけれども、パスタは久しぶりかな。まあこのメニューは大食いの方も来てる人多いとは思うんですけれども、久々にねちょっと洋食系の撮影ということで楽しみ、腹減ってるんですけれども、本日のお店見えてきましたね。本日はこちらは外観からおしゃれ、こちらアイタル屋さんというお店さんでございます。店頭を見る限りパスタからデザートからいろいろあるけれども、ちょっとこんな感じでね、今日はねデカ盛りのパスタということで、早速店内の方に入って食べていきましょう。はい、ということでですね、ただいまこちら本日お世話になりますアイタリアさんの店内に入りました。でね、ちょっとこのカメラを準備しながらメニュー見てたんですけど、決まってたんだけど、いろいろとちょっと人気メニューが多すぎて食べたいものが多い。あのね、すっげーうまそうっす。今回ですね、デカ盛り撮影ということで、量を増すようなメニューをねお願いしようかと思うんですけれども、それ以外にもね、辛さが選べるようなものもあるみたいでして、僕もねうま辛ものは好きなので、ここら辺も本当は挑戦したいんですけれども、今日はねデカ盛りメニューということで、ちょっと悩むところだけど早速注文してみますか。そしたらすみません、あのサイズってこのパスタどれでもっていう感じなんですか？そう、どれでもいけます。あ、やっぱ人気メニューはこれというか、これはすごい人気ですね。これの爆裂肉トッピングを、はい、こんなの絶対おかしいよでお願いしていいですか？ちなみに今ですね、これちょっと料理を待っている間に店内を見回していましたら、気になるポップがありまして、グランドキュイジーヌ2022年パスタ部門金賞ということで、全国から、投票いただいて何が一番良かったかみたいなのを決めているサイトがありまして、それのね2022年度のパスタ部門で1位を取ってるということで、これはね間違いなく今回の料理期待できると思います。しし、ありがとうございます。おでっかいねありがとうございますということで、本日の特濃ミートカルボナーラの、爆裂肉トッピング、こんなの絶対おかしいよ盛りが完成しました。超うまそう、もうその一言につきますね。ということで本日のメニュー完成しました。いろいろと説明は後ほどするとしまして、パスタですからね、早速出来たてをいただきます。超うまそう。ひとまずはカルボナーラそのまま食べようか。うわうわ濃いな。これわかるかな、ちょっとカメラ越しで伝わるかわかんないですけど、このねカルボがめっちゃ濃厚。うまっめっちゃうまいですこれ。やっぱ最初のインパクト通り、もう本当に濃厚。うん、うまっ、うん、うまい。このクリーム、チーズ、濃厚さはあるんだけど、なんかね、さっぱりしてんのよね。ペロッといっちゃうこれ。じゃあ正直デカ盛りってこともあってですね、来店する前はちょっとねチャレンジ形式といいますか、楽しむ前提ではあるんだけど、タイム測ってね食べようと思ったんですよ。でもね店内に入った瞬間、匂いがね
めちゃくちゃ美味しそうだったんで、やっぱ楽しみたいなと思って、改めてね、こっちのテイストに変えたんですけど、タイムなんかいらないわ。ゆっくりでよかった。じゃあちょっとミートを混ぜる前に、トッピング楽しみますか。まずはね、こちらソーセージからいきつつ。うまい。続いてはこちら、でっかいチキンですかね。うまっ。この皮目のパリッとしたロースト感、うまっ。たまらん。ちなみにですけど、今回のこのこんなの絶対おかしい重り、麺だけの総重量でいうと大体3キロ前後ぐらいらしいです。他の方の、これ頼んだ人のね、重量を測ったような、まあ、測定結果を見ても大体3キロ強かな、ぐらいの重量になっていたので、ちょっとね、こんな感じで僕の目の前に来ると、いつもデカ盛りでね、皆さん、僕もそうなんですけど、ちょっと感覚が麻痺してるので小さく見えるかもしれませんが、相当な重量あります。こちらのね、アイタル屋さんで注文される際は、お間違いないように、量はね、気をつけてくださいね。ちょっとそろそろですね、今回はこのカルボとミート合わせたメニューなんですけど、半分ぐらい目になってきたから、ちょっとミートだけ一口、まずね、いただきます。うまっ。いや、これ、冗談とか持ってるとかそうじゃなくて、このミートめっちゃうまい。すごい。牛肉ほろほろ、甘みとうまみがすっごい。ちょっとこれせっかくなんで混ぜていただいてもいいですか。うわー、これやっばいな。超うまいじゃんこれ。なるほどね。最初のコクはあるけどあっさり感があるっていうカルボ、このミートのコク、旨味がすごいから、これ合わさった時にちょうどよくなってんだ。これ超うまいっす。みんな食べてほしい。これ確かにメニュー表を見てみると、10人中9人が必ず注文するって書いてあって、注文の際にもですね、やっぱりこう一番人気だとお伺いしたんですけど、わかる。これ一回食ったら次絶対これまた食っちゃう。
また後半になってくると上に乗っかってたガーリックチップ、これがね効いてくる香りと旨味と、夢中になって忘れてたわ。せっかくトッピングしてたのに、このお肉、でっかいお肉、この中どうなってんだろう。うわぁ。うわぁ。これ見て。豚バラに巻かれたハンバーグ。超肉肉しい。うまそう。うわぁ。いい匂い。うまい、まいったな今日、うますぎる。うわ、ちょっとこれ伝わるかな、この肉汁やばいや、もう気づいたら残りもう少しだ。うわぁ、うまかった。はぁ。ごちそうさまでした。うまかった。ということで、先ほどですね、デカ盛りのパスタいただきまして、今ね、スイーツ食べております。今日の動画はね、ここまでとして、このスイーツをゆっくり食べさせていただきたいと思いますけれども、名古屋にお住まいの方であったりとか、お近くまでね、旅行で来た際には、ぜひ皆様もこちら、アイタル屋さんで美味しい料理食べてみてください。ということで、また次の動画で。バイバイ。